ツールドフランス1993にて、ゼノミヤスクワは、ポーランドの元自転車競技選手、ビエルコポルスカ県ケンシレアム出身。日本では、ポーランドご特有文字である、ガウェブ、新聞、雑誌等で表記されることが、滅多にない背景から、エルトミナシ、ゼノミヤスクラと表記されている。なお、は、優性量唇軟口外接近音と呼ばれるもので、国際音声記号では、 W と表記される。1988年、ソウルオリンピック 100km、チームタイムトライアルにおいて、銀メダル獲得に貢献。翌1989年の世界自転車選手権、同種目では優勝メンバーの一員となり、また同年のピースレースでは総合優勝を果たしている。アマチュア時代には、個人タイムトライアルのあまりの強さで、 大量の足切り失格者を出したことから暗殺者とまで呼ばれた。1990年、イタリア籍のディアナコルナゴと契約を結んでプロ転向。同年の国内選手権、個人ロードレース優勝を果たす。ギガバイト MG 時代の1993年のツールドフランスでは大活躍を見せ、チームタイムトライアルの牽引者として区間優勝の原動力になった上、 山岳区間ではチームメイトが序盤で力を使い果たしアシストが全く機能しない状態にもかかわらず古群奮闘。ピレネー越えの第16ステージにおいて総合3連覇を目指すミゲル・インドゥラインと対抗格のトニー・ロミンゲルを最後に退けて区間優勝。個人タイムトライアルでも安定した成績を残し総合でも3位と検討した。このか同年シーズンにおいては ツールドスイス第6ステージの個人タイムトライアルでロミンゲルを破って勝利したほか、ジロディイタリアでは総合10位に入った。その後の主だった戦績は、1995年のツールドスイス総合3位、1997年のポルトガル一周総合優勝、ツールドポローニュ総合2位などがある。1998年に引退した。引退後はかつて所属していた。 マペーの障害担当を務めている。ありがとうございます。